はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品は前回に続きまして、サンツリーさんの商品ご提供によりお送りいたします。サンツリーさんありがとうございます。本日ご紹介する商品、前回のね、祭事とかパーティーとかイベントの時なんかにも使えますっていう光る指輪をご紹介しましたけど、今回は、皆さんね、最近昔は珍しかったんですけど、最近じゃちょっと当たり前のようになっているサイリウム、サイリウムのご紹介です。本日ご紹介する商品こちら。はい、こういう筒のパッケージに入ってます、10色100本入りのサイリウムをご紹介したいと思います。はい、サイリウムね、昔はね、黄色とか、なんだろう、赤とかしかなかったような気がするんだけど、今回ご提供いただいたのは10色あるっていうことなので、そちらご紹介したいと思います。みんなね、光らす前の今1個ずつ出すけど、こういう感じで10色、揃っております。私もね、これね、出すまで分かんなかったんだけど、全部光らして、試してみました。で、これが10色分になってます。10色といっても中にはこの螺旋状にもともと外側に色付けされている棒もあるんで、サイリウム自体もあるんで、全部で光る種類は8個で、この外のデザイン合わせて10個っていう形になります。色的にはね、黄色、青、緑、赤、紫、白、オレンジ、ピンクで、螺旋状の先ほど見せたこれ、こういうのね、オレンジとっていうか、グリーンの螺旋と赤の螺旋がついたやつで、合計10種類ってことになります。これが、ランダムで、本数を今見ると、バラバラです。バラバラで、100本入ってる感じでした。はい、で、実際に光らしたものが、こちらじゃんって言っても、これちょっと今うち照明焚いちゃったんで分かりづらいんで、今ちょっと電気消します。はい、今こういう感じで光ってます。はい、鮮やかに光ってますね。サイリウムのね、独特の光、こんなに今は種類があるんだなと思いました。これがピンクだと思います。で、ブルーがあって、螺旋のオレンジがあって、黄緑、緑があって、黄色があって、これが赤かな、赤があって、白、この白っていうのはね、初めて見ました。と、黄色の螺旋とオレンジと、こちらね、紫かの、全部で10種類ってことになってます。はい、これ今ね、照明、フロント側から照明ね、家の電気は消したけど照明はつけてる状態で今撮ってます。全部つけるとね、分かりやすいかと思うんだけど、それこの後見せますね。こういう風なのが入っていて、なおかつ100本入っていて、どこ行った、あった、はい、チューブも入ってます。で、このチューブ、ご存知の方もいると思います。昔縁日なんかで売ってる時ね、このチューブをうまく使ってブレスレットタイプ、こういう風にね、ブレスレットにしたり、これを何個も何個もつなげて首輪にしたりしてね、よく、露店とか縁日、お祭りなんかの時にね、売ってました。で、それをまあ、これを、一般で買って、パーティーだったり、例えばクリスマスパーティーだったり、ハロウィンだったり、なんだろうな、祭事ごと、イベントとかね、そういうことで使えたらいいんじゃないかなっていうことで売ってます。コンサート、カラオケ、宴会、お祝いごと、結婚式、二次会、縁日、花火、キャンプ、クリスマス、マジック、お誕生日会、保育園、幼稚園、児童館、学校のイベント、学園祭などね、そういうので、使っていけるのかなと思います。はい、電気消すとこういう感じで明るく見えますかね。はい、こういう感じで発色します。ちょっとね、赤が弱いかな。うん、こういう感じ。オレンジもこういう感じで光ってますね。大変、素晴らしい色合いでございます。サイリウム自体はどうやって使うかっていうのを皆さんご存知かと思うんですけど、一応やってみましょう。はい、こういう風に光ってない状態のものがあります。これを、パキッと折ると、もう今発色しだしました。で、ちょっとね、薬品が、うまく混ざるようにこうやって振ってあげると。で、説明にも書いてます。そうするともうこういう風に、綺麗に発色すると。これ紫色でしたね。はい、という感じで、使います。はい、いかがでしたでしょうか。本日ご紹介した商品はですね、昔懐かしいって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、昔懐かしいサイリウムのご紹介でした。昔はね、私のちっちゃい頃、小学校ぐらいかな、縁日とか、
そういうのですごい流行ってね、これをつけてる子がいると気になっちゃって欲しくなっちゃって、当時親は買わされたみたいなね、これね、あの先ほどの付属品のリングをうまく使うとね、首輪っかにしたり、ブレスレットにしたりなんていろんなことができます。そういうふうにね、活用してパーティーで配ったり、そういうこともできます。あと色分けをうまくやってチームに分けたりとか、そういうこともできますんで、ぜひ、そういうね、催事ごと、予定のある方、文化祭とかそういうのに、使えると思いますんで、ご興味がある方はぜひチェックしてみてください。いつもの下の概要にね、Amazon のリンク貼っておきますんで、気になる方はチェックをお願いいたします。またですね、今回ご紹介させていただいたのは10食100本入りなんですけど、他の、バリエーションもございましたんで、その辺は、ご購入する本数だったり種類だったりっていうのは、改めてご検討の上ですね、選んでご購入されることをお勧めします。はい、以上ムチ TV のムチでした。チャンネル登録もお願いいたします。ではまた。Thank you.